ここになんかいっぱい枝みたいなのが落ちてて、なんか随分とこういっぱいあるみたいなんですけれども、はい、これって、どういう、これはですね、今年のアーティチョークの、残骸というか売れ残りで、アーティチョークって、ここがつぼみで、これがうちの出荷基準に達していなかったものは収穫をしていないんですね、うん、収穫をしていないとどうなるかというと花が咲いて、うん、で枯れちゃうとこういう状態になるんです、うん、でつい、2日ぐらい前までこれが実はこうやって立ってたんですよ。まあこれがこういう状態になっていて、来年の分がもう下からこうやって新しく出てきてるんですね、うんうん、だからこれはもう必要がないので、これはもう切り取っちゃって、はい、来年のための、株作りに生かします。でも結構いっぱい残ってて、なんかこうね、僕からするとあでも取っとけばよかったにともったいないなとか思っちゃうんですよね。思っちゃいますでしょ、うん、売ればいいっていうんじゃなくてちゃんとしたものを売りたいっていうのがうちのポリシーでもあるので、うんうん、でこれだけ例えばこの株で言うと、うん、5個、つぼみがついて本当は売れたんですけど、うん、いい形じゃなかったりして売れ残っちゃったっていう感じですね、うんうん、これが種取りができるんですよ、このこれが、うんうん、でこれをこうやって抜くと、うん、ここに乗っかってるのが種なんですね。なんかこうタンポポ、タンポポみたいな、ね、こうやってタンポポみたいな感じで、うんうん、これが種なので、はい、人気のある品種の種取りをして、うん、この種を植えて株を増やすことができます、うんうん、そのこの花でね、いっぱいになるっていう季節、なかなかそうか、6月7月にぜひ見てもらいたいですね。本当ね、日本では見れないんですよ、うん、ですごいんですけど、その花になっちゃったのはうちとしてお金にならなかったものなんで確かにね、がっかりがいっぱい花咲いてる感じですがっかりな